はい、こんにちは、レトスノーマです。今回なんですけれども、代理占有権の消滅事由、民法204条について解説いたします。で、まず代理占有がどういったものなのかっていうところが分かっていないと今回の話分かりませんので、代理占有がどういったものかを先に解説いたします。で、まず代理占有っていうのは、自分で直接占有するのではなく、他人を介して間接的に占有すること、これが代理占有なんですね。例えば A さんが建物を所有していました。で、この人が B さんに建物を貸しました。この場合、実際占有しているのは B さんですね。 B さんがこの建物を使っているわけなので、 B さんは直接占有をしています。で、一方で A さんは B さんを介して間接的に占有をしているわけだから、 A さんが代理占有をしているということになります。したがって、今回のこの代理占有権っていうのは、この A さんが持っている権利というふうに考えていただければと思います。で、まず1項ですね。204条の1項を読ませていただきます。代理人によって占有をする場合には、占有権は次に掲げる事由によって消滅する。第1号、本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。2号、代理人が本人に対して以後事故または第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。3号、代理人が占有物の所持を失ったこと。このように規定しているんですね。一つ一つ見ていきます。どういった場合に代理占有権が消滅するのかというところですね。まず一つ目が、本人 A が代理人 B に占有させる意思を放棄した場合、A さんが B さんに対して占有させる意思を放棄した場合、つまりもう占有しないでくださいって言った場合ですね。まあ、いわゆる返還請求をした場合と考えていただいて大丈夫です。例えば A さんがペットを飼っていて、 A さんが1週間ぐらいちょっと海外旅行行かなきゃいけないということで、ペットをそのまま置き去りにすることはできないということで、 B さんちょっと代わりに占有しておいてくださいと、ペットの面倒を見てください、建物を使っていいからペットの面倒を見といてくださいって言った場合ですね。まあ、こういった場合、 A さんが旅行から帰ってきて B さんに対してもう建物返してくださいと返還請求をした、こういった場合はもう占有させる意思を放棄したってことですよね。この場合 A さんの代理占有権は失いますよってことです。まあ、つまりもう返してもらうわけだから代理占有をしないってことですよね。で、続いて2つ目ですね。代理人 B が本人 A に対して以後自分 B または第三者のために占有物を所持する意思表示をした場合、これちょっとね、分かりづらいんですけども、 B さんは建物借りてますよね。借りているにもかかわらず A さん所有者に対して、これからはもう自分のためにこの建物を占有しますだったりとか、自分のお兄さんのために占有をしますみたいな感じで意思表示をした場合、まあ第三者っていうのは今の事例で言ったら自分のお兄さんなんですけども、まあそういう意思表示をした場合ですね。こういった場合も代理占有権失っちゃいますよっていう話です。まあ実際 B さんは借りている人なので、まあこういった事例ってあまりないんですけども、まあそういった場合があったのであれば、そういった場合は代理占有権は失いますよと、まあいう内容です。で、3番目が、代理人 B が占有物の所持を失った場合。まあこれ例えばもう B さんが A さんに建物を返した場合ですね。返してしまったら自分自身はもう占有してませんよね。直接占有していませんよと。まあ占有物の所持を失ってますので、まあこういった場合も A さんの代理占有権は失いますよっていうことですね。まあ返してしまったら A さんがまあ直接占有するわけなので、まあ代理占有ではありませんよね。まあそういった場合です。で、続いて2項ですね。条文読ませていただきます。占有権は代理権の消滅のみによっては消滅しない。このように規定されているんですね。ちょっとなんか分かりづらいなって思うんですけども、簡単に言うと、代理権が消滅しただけでは占有権は消滅しませんよ。まあここで言うのは代理占有権というのは消滅しませんよっていう話です。例えば AB 間に賃貸借契約を締結していました。で、 A さんは建物を B さんに貸して、で、 B さんは直接占有してますよね。で、この状況で賃貸借契約が終了しました。
終了したにもかかわらず B さんが占有し続けた、こういった場合です。この場合賃貸借契約は終了しているわけだから代理権というのは消滅しているんですね。この建物を代わりに占有する権利はもうなくなっているわけです。賃貸借契約が終了したことによって。しかし B さんがその後も占有するというのであれば、これは占有権消滅しませんよ。つまり A さんの代理占有権は消滅しないという話なんですね。ここの賃貸借契約が終了した後も B さんがこの建物をずっと使い続けているというのであれば、引き続き A さんは代理占有権を持ち続けますよというのが2項の内容になってきます。この点も具体例を考えればそれほど難しくない内容なんで、ぜひですね、具体例入れながら頭に入れていっていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。